森本直人氏は毎日放送のアナウンサー。愛称はトートボン、または森林。埼玉県羽生市の出身で、小学校、羽生市立南中学校、埼玉県立不動岡高等学校時代を通じて野球部に所属。武藤左打の外野手だったが、レギュラーの座をつかめなかったことから、スタイル立場で大好きな野球に携わり続けたいとの思いで スポーツアナウンサーを志した。ちなみに、スターダストレビューの根本要、柿沼清と読売テレビアナウンサーの大山健一はいずれも高校の先輩にあたる。高校からの卒業後に同志社大学へ進学。大学卒業後の2015年に玉巻恵美、藤林敦子と共にアナウンサーとして毎日放送へ入社した。同局が 男性アナウンサーを採用したのは2011年の福本進悟福島徹る系以来4年ぶり。新卒の男性を最初からアナウンサーとして採用したのは2008年の大吉洋平以来7年ぶりであった。なお、入社時点の先輩アナウンサーに同性の森本栄子がいることから放送上の故障には本名をフルネームで使用している。毎日放送への入社直後は 新人研修の一環として、同期入社の社員14名と共に、通回、アカシア電子大の MBS アナウンサー大集合2015を見学。その模様が2015年5月4日、放送部のオープニングで紹介されたことから、玉巻、藤林と共に事実上の番組デビューを果たした。また、2015年7月15日には、浴衣姿で玉巻、 藤林と共に、チチンプイプイへ初出演。同番組で、チチンプイプイ2015話したくなる夏を放送していた同年8月には、玉巻、藤林と交互に子供もしかめ選手権の進行役などを務めた。2015年11月からは、チチンプイプイのメインコーナーにおいて、不定期でリポーターを担当。同年末の全国高校ラグビー大会期間中からは、 同大会と選抜高等学校野球大会を中心にスポーツアナウンサーとして取材や中継の実況、リポーターを担当している。2020年4月からは毎月最終週を除く日曜日にヤングタウン日曜日で小福亭鶴瓶のアシスタントをレギュラーで務める。その一方で毎日放送のアナウンサー室では先輩のアナウンサーと共に チーム災害報道というグループで活動。MBS ラジオでは2019年以降、阪神・淡路大震災が発災した1月17日の早朝に、阪神・淡路大震災1.17の集いが催される、東遊園地からの生中継でリポートを任されている。趣味は、詰将棋、麻雀、ラジオ番組の聴取など。将棋については、 実家で同居していた祖父の影響で、小学2年児から始めると、5年児に、ハブ記念賞少年少上を賞戦で3位に、入るほどにまで腕を上げた。野球へ熱中していた時期には、詰将棋程度にとどめていたが、毎日放送への入社後に、将棋熱が再燃した挙句、将棋ウォーズでアマチュア一級と認定。2020年12月からは、毎日放送と、 日本将棋連盟のコラボレーションによるワンダー将棋の MC を務めるほか、同番組の企画で現役プロ棋士との対局にも臨んでいる。なお、新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。 毎日放送は、遺憾を機に、テレビ単影局へ移行したが、森本は、アナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも、MBS アナウンサーとして出演している。テレビラジオテレビラジオ、ありがとうございます。